これエンジン切っても下ってくんじゃねえか。あー、ここすごいかも、もしかしたら。うわー、なんだこの道の形、ね、うわ上からちゃんとガソリンを使ってる人たちが来た。あ、くそ、必要な。これエンジン切っても下ってくんじゃねえか。あー、あのコーナーをちょうど頑張らないと。クラッチで切ってみます。うん、切りました。切ったこの抜けた先がここアウトからこう速度稼いで、ほっ、いける、これいける。あ、全然、あ、いける。今エンジンかかってないですよ。ニュートラルです。ニュートラルで、おう、オフにしてキルスイッチ一瞬だけパパッと。俺もやろう。ああ、後ろ車何にもいないですから。オッケーオッケー。あ、こ、こ、こ。めっちゃ静か。これ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 。何にも。これいいね。これ面白いわ。超静か。ほい。一応キーはオンにしないとあれか。テールランプが光らねえか。そう。ここすごいかも、もしかしたら。うわー、なんだこの道の形。うわ。すげえ静か。でもこれずっとやってるとバッテリー上がるからな。ああ。テールランプ光っちゃうから、ヘッドライトと。まあ、この区間ぐらいなら全然余裕だと思うけど、うん、何この道。後ろ車いねえよな。あ、うん、来た、いない、来たけど、まあ、うん、テールランプ光ってるから、うん、大丈夫、大丈夫、うん、まさかエンジン切ってるとは思わねえだろ。あ、やばい、あ、やばいやばいやばい。行け。はあ、このこと多分一人で来たらやってないでしょ。うん、やってない。絶対やんない。こんなこと絶対しない。いけーとか言って、もうこの下るとき、よっしゃっと。行くんじゃない、行くんじゃない。オッケーオッケー。で、2速とかに入れて、はい、で、クラッチ離すとエンジンかかります。あ、押し掛け状態。そうですね。また1エネルギーツーリング、今度2台で。うわー、すげー。この出、コーナー出口で真ん中ぐらいからスピード乗らせないと。うん、ほっ、来て。なるべく風の抵抗をないようにしないと。ほっ。いいぞいいぞ。いけるぞ。どうかな、 500cc ぐらいはな。ほっ。なるべく加速が得られるラインで走るっていう。これ動画どうなるんだろう。止めないですもんね、エンジンをね。一回やったことありますけど、めっちゃ静かですよ。鳥の鳴き声とか、はいはい、あのタイヤが転がる音とか、チェーンの音とか。シコーって、うん、あ、ここ、大丈夫か。いけるいけるいける。なんとかなる、なんとかなる。あ、上からちゃんとガソリンを使ってる人たちが来た。卑怯な。卑怯な手を使いはって。な、こっちのエネルギーは地球だぞ。あ、ここあかんぞ、あかんぞ、あかんぞ、あかん、減速できんぞこれ。いけるこれ。あ、いけるいける。
もうエンジンブレーキすら効かねえからな。もしかしたら後ろのバイクが抜きに来るかもしれない。あー、うん、あー、本当だ。あー、これはいける、これはいけるぞ。エンジンブレーキないからもうひたすら加速していく。下りだと、ね、もう速度の調整全部ブレーキでやらねえと。はあ、でもほらエンジンかかってない時こんな音がするんですよバイクって。あれめっちゃうるさいですねそっち。あ、マジですか。うん、いけいけい、うん、多分こっちすげえ静かですよ。あ、これにゃーってやつ、タイヤ、タイヤ、これ、うん、タイヤか。この難関タイヤがね、いいタイプ。あ、そろそろエンジンかけた方がいいかも。これ行く？風の抵抗で。いけるいける。こんなとこメインブレークで曲がればいけるんだ。ほら、待って待って待って。別にバイクを運転する法律で下り坂でエンジンかかってない状態で乗っちゃいけないとは。ないかな。あ、バイク来た。あ、多分抜くなこれ。先行かせましょう。これは測るのではないか。これはそろそろ。あれ全然いけますよ。いける？うん。あれ？あれかな？なんか抵抗が多いのかな？かな。うん。あ、やばい、やばい。マジ？やばい、めっちゃ離されてる。マジで？マジで？うん、マジで。全然いけますよ。俺も普通。あ、いける、いけると思ってた、あかんだけど。マジ追いつけない。なんか多分チェーンの抵抗とか、 あと軸、タイヤのホイールの軸とか、うん、あと空気抵抗とか。俺エンジンかけたけど、ああギアが入んねえから速度落としてバイクイエーイ。お姉さんまだ切ってます？ああ、切ってますよ。え、マジで？はい。ちょっと俺も完全ガソリン使ってんだけど。全然いけます。加速してますもん、むしろ。ブレーキかけちゃう。さすがにあと2キロで有料道路だけど、さすがにエンジン切ったまま有料道路。いや、それはマジで。いやー、面白い。面白いですね。エコステーリング。超エコだよ。距離結構ありましたよね。結構あった。ガス、マジで節約。うん。もうこれなんてまだ節約中ですから。あ、まだ？うん。あ、マジで？うん。俺ダメっすね。やっぱり。あ、抵抗がやっぱ少ないんだな、そっちは。多分。離れてきちゃうもん。そして後ろに超煽られてる。マジで。めっちゃ煽られてる。そろそろエンジンかけるか。うん、そろそろかけるかもしれない。やっぱ当たりです。すげえな。いや、ガソリンってすげえな。すげえ。ブレイク。いやいや、下はあっちいな、やっぱ。あって。コンビニ寄るとか言って寄ってねえや。あ、まあなんかパーキングとかでもいいし。うん、うん、オッケー。
これは右？これ右ですね。そこ乗って東京方面。おーい。いやでもなんか下り走って良かったですね。面白かった。つまらない道は面白くして走ると。今が12時46分。まあまあちょうどいいんじゃないかな。でも一番暑い時間帯高速乗ることになるな。もう熱風を浴びに浴びる。もしかしてこのルートあの首都高の下通る感じになるのかな。池袋とかの あそこ通りたくねえな。8、9、10、11、12今日4時間しかまだ走ってないですよ。なんでこれも早速ですわ。じゃあ昨日福島県のまとめはやったから、今日栃木県のまとめを昼にまとめ。イニシャル D に出てきたであろう。あ、八方ヶ原。ああ、それ、はいはい、それどうでしたか。ちょっと過酷でしたよね。ちょっとね、初心者はおすすめしないです、ね。初心者は厳しいね、あれ。うん、インターから直接支援行ってください。日縁はね、ほんと逆方向から行きたいわ。でもね、下りを走ってみても、これ絶対上りでも楽しいわっていう道だったの。だから今のところ暫定3位かな、いい道ランキング。1位が薄い峠、2位が椿ライン、3位がもともとは伊豆スカだったけど、はいはいはい、伊豆スカが4位になって、3位に日縁もみじラインランクインしました。栃木県の皆様。次なんだっけ、川地ダム見て、その次が霧降り高原だっけ。そうだそうだ、どうかな、ちゃんと撮れてるかな後ろから。まあカットされてたら、あ、使えない映像だったんだなみたいな。ブレがひどいんだな。まあでも霧降りも結構、ね、逆から来たら多分面白いんで。わかりました。じゃあ夏以外で。暑いから。暑い、あんなに高原なのに。でまたステッカー受け取り者1名生グラディウスお見舞いしました。めっちゃ喜んでもらえてよかった。で、いろは坂上り下りと、あと中禅寺湖スカイライン。ほらそっからね、下りは。下りね。位置エネルギーツーリングね。ガソリンを使わないで地球を使って、下っていくっていう。面白かったでしょ。これであとは雨に当たらず帰れれば、あと熱中症とかならないでね、帰れれば。疲れたおっさんはもう十分です。疲れましたか。疲れた。じゃあこれから同志行きますか。いいよ。これから同志行って、で富士山一周して、で東名で帰ってくるっていう。それだとギリギリ雨に当たらないで。この人鬼や。どうですかこの2日間。いや本当ね、マジで充実してます。充実してた。マサトムさんと走ってみて楽しかったですか。楽しかった。一人じゃ行かない道も行ったし、やれないこともやったから。めっちゃ満足。ああ、よかったよかった。しばらくバイクいいや。そんなにお腹いっぱいになった。私来週九州10日間。これを毎日続ける感じです。もうルートはできてるんで、これを毎日続ける感じ。今来てる13号が、九州に向かうときに多分遭遇、その抜けた後の雨にやられる。ああ、雲が残って。直撃はしないと思う。でも一応希望が持てるのは、台風が過ぎ去った後ってしばらく長い間晴れが続くじゃないですか。それで九州中
九州中いえね九州通、うん、全日程晴れの可能性が高まった、うんうんうん、雲全部持ってってくれるから天気が良すぎると、何度ぐらい何度ぐらいなんだろう、そういうところを調べてないっていうね、ああ地図しか見てない。だって逆に35度がいったらマジ暑いですよね。うん、マジ暑いからもうどうしようかね。まあなんとかなりますよ。それが来週に控えてるんで、まあ今日は早めに帰って準備を始めましょう。こういうジャケット洗ったりして。ということで、まだ帰りまでは時間ありますが、そしてやってるけどこれ、これ、ね、体勢を変えたりして血行を良くするの、ね、うん、ちょうどいいんで、おすすめ。おすすめかどうかわかんないけど、まあ、気が向いたら。いや、たまにしょ、たまにしょ。ペッ、310円。じゃあ気をつけて帰りましょう、とりあえず。で、動画はとりあえず一旦ここで終わり。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様でした。で、左入ります。左入る。左入る。OK。はい。いや、ここ入るの怖っ。ね。どこ？しんどすぎる。首都高とかもっと変なパーキングいっぱいありますからね。あ、ですか。うん、ほとんど行ったことないです。あ、でも、お、引っ掛けだ。東京まで帰ってくると安心しますわ。ふぅ、よいしょ。